ロン・コービックは元アメリカ海兵隊員の反戦活動家。自らの体験が7月4日に生まれてで映画化される。ロン・コービック1947年7月4日にウィスコンシン州のレディー・スミスに生まれる。ニューヨーク州のマサペクワシに育つ。高校卒業直後の1964年9月にアメリカ海兵隊に登録する。1965年12月に ベトナム戦争に従軍することとなる。1967年にブロンズスターメダルとパープルハート賞を授与される。また、1967年1月に帰国するも、またベトナム戦争でのアメリカ海兵隊の作戦行動に参加する。1967年10月、アメリカ海兵隊員を誤射して死なせる。1968年1月20日、 かかとの一部が吹き飛び、脊髄を損傷するという重傷を患う。その後、除隊と共に、車椅子生活を送ることとなる。1970年5月に、ケント州立大学射殺事件のデモに参加し、それがコービックの反戦活動の最初となる。1971年春の、カリフォルニア州オレンジでの帳簿事務所での抗議行動で、初めて逮捕されることとなる。なお、 コービックは通算12回逮捕されている。1972年での共和党全国大会での抗議行動で注目されている。1976年7月の民主党全国大会では演壇での講演の機会が与えられている。1989年にコービックの体験がオリバー・ストーン監督の7月4日に生まれてで映画化される。コービック自身 この映画の脚本のクレジットに登場している。コービックをトム・クルーズが演じている。1991年の湾岸ンン戦争反対運動、2003年からのイラク戦争反対運動にも参加し、注目を浴びている。ありがとうございます。